んにちは、日光氏です。今日はゆたきハイキング。それでは早速行ってみましょう。はい、今ですね、ゆたきの有料駐車場に来ています。今日はですね、ゆたきから泉宿池、こちらまでのハイキングをしてみたいと思います。いや、久しぶりにね、ちょっと晴れ間が覗いてきました。気持ちいいです。綺麗ですね。ゆたきに出てきました。いや、綺麗だ綺麗だ。うわ、水量が多いな。展望台の奥の方からハイキングルートに降りられます。こちらからね、ハイキングルートに行きたいと思います。今日はね、フライフィッシングの方も多いですね。はい、こちらからですね、泉宿池というところまでハイキングをしたいと思います。現在地という高い距離の川若山の対岸になりますね。こちらの売店横から小滝に向かうルートが22日まで通行止めとなります。こちら気をつけてください。はい、私はね、こちらを歩きます。いやー、天気がね、良くなってきた。いやー、気持ちいい気持ちいい。はい、現在ですね、朝の8時です。歩き出しね、やや、19度、10度台だったですね。20度を下回ってます。いや、風がね、今日はあまり今のところないんですが、歩いていてもね、この辺り、日陰になっているのですごく涼しいですね。いや、久しぶりのね、ハイキングなんでね、いやもう今日は気持ちいいですね。ゆたきからですね、泉宿池までのコースは結構ね、短いハイキングコースなんですけれども、前半ね、湯川沿いを歩いたりね、結構静かなね、エリアなので、とてもね、気持ちいいところです。今日あたりは雨の後だからですかね。いや、フライフィッシングのね、方が多いですね。この湯川の上流、湯の湖と呼ばれる日光で一番含まったところにある湖、そしてこの湯川一帯はですね、フライフィッシングの聖地としてもとても有名です。いや、そしてね、この魚がね、いっぱいいますね。これは、この辺りはですね、冬スノーシューでよく歩くエリアなんですけれども、まあ、もちろんね、当たり前のことなんですけど、冬とはね、全然景色が違いますね。同じルートを歩いているとはね、ちょっと思えないぐらい本当にね、景色が変わります。いや、それにしてもね、グリーンシーズンも、うわ、雲の巣、
いや、それにしても、グリーンシーズンもね、本当に気持ちいいところですね。はい、このね、奥に、画面の奥に見える群生した植物がシャクナゲなんですね。アズマシャクナゲ、この一帯はアズマシャクナゲが群生しているエリアになります。6月中旬ぐらいですかね、6月上旬ぐらいですかね、薄いピンク色の可愛い花を咲かせます。このエリアね、本当にたくさんシャクナゲがあるので、ぜひね、覚えておいてください。いや、満開になったらね、この辺りも絶景ですね。いや、それにしてもね、道路とね、反対側になるので、いや、静かですね。気持ちいいですね。まるでね、もう独り占めです。はい、案内板にね、出ました。今ね、湯滝の方から来ました。小滝がですね、通行止めになっている反対側、東側からもし行ければちょっとね、様子を見たいと思います。なんかね、ハイキングコースに入るときにちょうど工事の車両と一緒になったので、これから工事が始まるんだと思いますけれども、こちら側の手前も封鎖になってしまうと、小滝今日は見られないですけれども、こちら側から降りられればですね、ちょっと小滝は見ていきたいなと思います。はい、この辺りもね、結構雨でえぐれたりしているところがあるので、十分ね、滑ったり足を引っ掛けたりしないように気をつけて歩いてください。この辺り、それから、千畳原のハイキングコース周辺ですね、今も小学校のね、修学旅行の方たちとちょっと一緒になりましたが、小学生でも歩けるレベルの比較的フラットな、ハイキングコースです。とってもね、歩きやすいコースにはなっています。ただね、当然、足元ね、ぬかるんだり、場所によっては段差があったりね、しますので、ハイキングシューズ、歩き慣れた靴を履いてくるようにしてください。木道の上もね、今も乾いてますけれども、濡れているとね、意外と滑りますので、こちら注意して歩いてくださいね。いや、気持ちいいな。はい、分岐に出てきました。はい、こちらですね、赤沼千畳原方面に行くハイキングルートになります。泉宿千畳原赤沼方面に行かれる方は、ここをまっすぐ歩くようにしてください。はい、そしてね、このコースの入り口には大きな鐘があります。これね、熊さんに、これから通りますよ、お邪魔しますというね、合図の鐘です。今ね、これを鳴らしてハイキングコースに入る前に、ぐるりとこの左側ですね、小滝までちょっと行ってみたいと思います。お、はい、川辺にね、再び出てきました。あ、ここ大丈夫ですね、小滝行けますね。あ、行けますね。はい、小滝です。はい、今ですね、床を渡って対岸のね、エリアに向かってます。ここね、通行止めがどのあたりからなのかというのをちょっとね、確認できればと思います。このね、対岸は大丈夫そうなんで、おそらくね、ここは工事は入らないと思いますけれども、はい。あ、そしてですね、はい、分岐に出ましたけれども、このこちら側の赤沼方面、ここですね、ここが、木道が崩れてしまっているので、床を右手に見ながらのコースは現在歩けません。先ほど私が来たね、ルートを逆戻りして、
鐘があった分岐まで行って、そこから千条原方面に行く形になります。あ、今ですね、工事の方にちょうどお会いしましたんで、ご紹介しますね。株式会社星野建設の古谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあすいません、アナウンスの方お願いしてよろしいでしょうか。はい、ですね、今回小滝の、遊歩道から、北の方に上がった階段のところから、9月22日まで通行止めを実施しますので、ご不便をおかけしますがよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。綺麗な木道、楽しみにしてますんでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、今ですね、ちょうどね、工事の、ね、方とお会いしまして、急遽無茶振りしたんですけども、心よくね、動画に出演していただいて、アナウンスを協力いただきました。古谷さん、ありがとうございます。じゃあね、工事の、完了楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、分岐に、戻ってきました。はい、ここからね、泉宿方面にまっすぐこの林道コースを行きます。じゃあまず最初にね、この熊さんベルをね、はい、熊さん通ります。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。あ、この辺もね、いやー、木漏れ日でね、最高ですね今日は。いやー、気持ちいい気持ちいい。この辺りは木道ではなくて、こういうね、土の、散策路になります。雨の後はね、今日はちょっと大丈夫ですけれども、ぬかるんでるところが結構あったりね、滑りやすいので十分気をつけてください。はい、あー言ってるそばから目の前にね、ぐちゃぐちゃのエリアがあった。はい、この辺りですね。はい、この辺りは、地元でもね、ちょっと雨の後問題になるエリアで、かなり滑りやすいです。十分ね、こう脇の方も迂回できるようになっているので、水たまり避けてね、歩くようにしてください。少し風が出てきました。直射はね、気温が結構上がってきました。汗ばんでくるぐらいのね、感じにはなってきたんですけれども、風が吹くとね、いやー本当に気持ちいいですね。いやー、これね、風ばっかりはね、言葉でだけではね、どうしても伝えきれないので、皆さんね、ぜひ来てください。それでね、この風、爽やかなね、この木漏れ日と風をね、感じてください。これはもう最高ですね。リスナーの方からですね、撮影中クマ鈴つけないんですかとかね、あるいはクマ対策何してますかっていうようなね、質問を受けることがあります。クマ鈴はですね、すごくね、効果的な装備の一つなんですけれども、私は動画をね、撮影しているので、いつもね、ちょっと音が鳴っていると、聞き苦しいかなということもあって、クマ鈴はあまり、使いません。その代わり、こう喋るときですね、大声をちょっと張り上げて、周囲に声が聞こえるようにしています。まあ、もちろんね、バードウォッチングとかね、他のハイカーがいるときはね、ちょっと気をつけるようには当然してますけれども、林の中とかね、山の中では熊にもね、聞こえるようにと思って、ちょっと大きなね、声を出しています。あるいは喋らない時ですね、時々手を叩いたり、わざと足を踏み鳴らしたりして音を立てて、周囲に人間がいるよっていうのを知らせるようにしています。熊にはね、これでまあまあ、大丈夫かなと思います。ツキノワグマの場合は、人をね、餌だと思って襲うことっていうのはあまりないので、意外とね、人間が思うよりも熊の方が臆病なので、あらかじめ音を立てて存在を知らせてあげると、熊の方から逃げることがあります。ただね、やっぱり単独、それから早朝とか夕方ですね、これはやっぱり装備をね、するなり、十分注意して山の中を歩くことが必要だと思います。
あとは食べ物の匂いですね。お弁当などは、しっかりねパッキングできるようにジップロックのようなね袋とかタッパーに入れて持ち歩いたり、ゴミなどもね必ずしっかり結んで持ち帰るっていうのことを、まあ、心がければねそんなにそんなに怖い存在ではないです。まあ出会わないっていうのが一番ですからね、出会わないように存在を知らせてあげる、これが一番だと思います。はい、またベルがありました。これがね、泉宿方面からハイキングコースに入るところのベルです。皆さんねお気づきかと思いますけれども、ベルがあるということはクマがねこの一帯にはいるということですからね、あの先ほどの話にも通じますが十分にクマがいるエリアだっていうことを認識してですね歩くというのが大切かと思います。はい、もうすぐね、泉宿池に着きます。はい、泉宿池に着きました。こちらがね、ハイキングの休憩スポットとして人気の泉宿池です。はい、こちら泉宿池からですね江徳方面あるいは国道方面に行く場合にはこの右手の木道を行きます。そして湯川を渡って国道方面に出ます。いわゆるね北千住と呼ばれるエリアに出るのもこちらです。泉宿池のこの奥ですね、画面左手に抜けると千住ヶ原それから赤沼方面に行くことができます。はい、今ね修学旅行の生徒さんたちと一緒になりました。これからね竜頭の滝までハイキングするそうです。いや頑張るな今日は。でも天気がねいいので今日は最高のねハイキングができると思います。はい、泉宿池ねこちら人気の休憩ポイントなので私もねちょっとこちらで休憩したいと思います。はい、泉宿池ね、修学旅行の皆さんがたくさん来たのでちょっとね移動したいと思います。いや今日はね本当に天気がいいんでみんなもね楽しそうです。はい、泉宿でね休憩を終えたのでこれから泉宿からですね千住ヶ原方面に少し行った分岐点までね行ってみたいと思います。さあじゃあ行きましょう。はい、泉宿池からですねこちらになります。泉宿池を左に見ながらですね、林道のコースを行きます。はい、分岐に出てきました。こちらね、看板の左手湯滝方面から歩いてきました。こちらね行き先が二手に分かれてます。まっすぐ行くと、千住ヶ原の自然研究路コース、それから赤沼や竜頭の滝方面ですね。そして右手こちらに行くと小田城ヶ原の周回線コースに入ります。はい、私はね今日はこの分岐から戻りたいと思います。いやいい天気最高ですね。はい、駐車場の近くまで戻ってきました。今日はですね湯滝から泉宿池までショートハイキングを楽しんできました。久しぶりに歩いたコースなんですけれどもとってもね気持ちがよく歩くことができました。小滝に関してはですね動画冒頭で申し上げたように湯滝のレストハウス左側から湯川の左岸エリアですね今月の22日まで通行止めとなります。気をつけてください。湯滝の展望台奥からハイキングコースに入って小滝までは行くことができます。期間中小滝を見たい方はねそちらのルートを通ってください。今日私は湯滝の有料駐車場に車を止めたので泉宿から湯滝まで戻りましたけれども
バス利用の方はですね、泉宿池から千畳ヶ原を通って赤沼、あるいはもう少し下がって竜頭の滝までハイキングをすることができます。そして国道沿いに出れば路線バスを捕まえて日光市街方面、駅方面に向かうことができます。そちらもね、ご利用になってみてください。いずれにしてもね、この時期の日光ハイキング、午前中ちょっと早めのスタートがおすすめです。ぜひね、この爽やかな風を感じていただきたいと思います。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。日光を見ずして結構という流れ、また次の動画でお会いしましょう。